告白する。さあ今回はクスク駅からスタートです。よいしょ。私何やかんやさ、クスク駅初めて来たんちゃって、うん、たこ焼きあるってよ。たこ焼きめっちゃ好き。並びだるってよ、まゆちゃん。え駄菓子屋さんだよ、駄菓子屋さん。駄菓子屋さんに生ビールも置いてるんですね。あ、確かに珍しいね、うん、行ってみていいかな、はい、行っちゃう。こんにちは、入ってよかですか。あ、失礼します。こんにちは。やばい、めっちゃ駄菓子ある、え、駄菓子屋さんってここいつから差し立ったんですか。去年の4月1日からはいはいです。え、なんかこう地域の人の反応とかどうなんですか。喜んでくれた人もいますし、うん、そうですね、いろいろ、はい、あります。山口さんのおすすめとかは何ですか。この頃、美味しいなと思うのはこれですね。食べてみます。いいんですか、はい、チョコ。チョコです。あ、見える。あれっぽい。よく見るやつ。え、開けてよかですか。はい、え、いただきます。え、なんだっけこれ。ミルクのチョコ。ミルクチョコ、はい、うわ、なんかこんな、よく見る。え、いただきます、はい、ちょっとね、離れてね。鼻もよけてない。うん、うん、うん、はい。入ってる。あともう一つ、うん、この頃喜ばれたのがたこ焼きなんですよ。え、そうなんですか、はい、さっきね、夜途中にたこ焼きありますって書いてあって、はい、たこ焼きって言ったよね。たこ焼きこっちにある。え、駄菓子屋さんでたこ焼きもしおらして、なんかあんまおらさないくないですか。そうですね。ちょっと知り合いの方がたこ焼きの機械譲ってくれるということで。はい、え、1個いくらですか。8個入りで400円です。あ、8個入りで400円、はい、食べたいね。ぜひ食べてください。いや、めっちゃ熱々ですね、はい、猫舌。美味しいでしょ。うん、うん、うん、熱い。うん、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 長いかな、で100円渡す。え、子供の時何が好きやった。あ、でもこのゼリーとか買ってました。あ、懐かしい。あ、コーラ。これいくらですか。30円です。30円だって買おう。いや、かば焼きさんとかはさ、なんかさ、いつもコンビニとかで買うっちゃうけど、その鳥なんとかさんっていうの、かば焼きさんの仲間の鳥なんとかさん、黄色いやつ。これ何ですか。それコンビニとかに売ってないんですよ。初めて見た。私も初めて見た。鳥焼きさん太郎、これ10円ですか。12円です。あ、12円買おう。今42円。こ
これめっちゃ好きさね。じゃが塩バター。これいくらですか？それ35円です。あ、買える。これ。で、お買い物してきます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。今日お天気いけ、ピクニック気分で食べよう。まえちゃんはお買い物代わりにしてやろうか。いいですか。うん、してましたこれ。手塚マンベルチーズ味。これがいい。え、これ20円ですよ。あ、100円です。あ、やった。はい、ありがとうございます。100円です。100円からですよ。こういうのがもらえるんです。何ですか？あ、ポイントカードだ。はい、これ貯まったら100円分と交換です。あ、じゃあこれと交換みたいな。ね、こういうことです。この量のぐらいの、はい、あ、100円自分で選んでいいんですか？はい。あ、めっちゃいい。ポイントカード100円で1個、たまったら100円分と交換。へえ、ぜひ遊びに来てください。来てください。あ、お店のインスタもしよらすんですよね。はい、ここにね、はい、と載せとって。照り焼きさんから食べていい？どうぞ。自由に食べていいって感じ。いただきます。うん、うまっ。どんな味？ミクミクのカレー。ミクミクのカレーの味。さ、歩いていくかな。行きますか。うん、ちゃんと食べたらゴミは持って帰りましょう。はい。一個ちょうだい。どれですか？後でそのまま、これなんだっけ。あ、いますよ。あ、今する、うん、3つのうちの1つが超酸っぱい。うん、スパイスがいいな。好き。スパイス。さあ、はい、2人とも外れる可能性ありますからね。確かに。で、これがいい。どうぞ。山口さんもします。はい、どっちがいいですか？真ん中で。あ、じゃあどうぞ。真ん中酸っぱそう。誰だろう。はい、じゃあこれで、じゃあせーのでいきましょうか。せーの。酸っぱいですか？酸っぱいですか？めっちゃ酸っぱい。リサさんでしょね。顔我慢しとこうと思ってたけど、めっちゃ酸っぱかった。中もいっぱいになったし、こっち行くか。行きますか。
今日マジでいい天気ね。え、なんか今日ポカポカする、うん、気持ちいいね。気持ちいいですね、うん、早くマスク外したい。ほんとね。あ、どっち行く？こっちとこっち、どっちがいいですか？こっち行ってみようか。こっちこんな時のために棒ば用意したこの間も言ってませんでしたっけ？言ってた。棒が倒れた方がいい。駄菓子で何が楽しみ？何が楽しみ？うん、買ったやつ。なんだろう。でもなんか昔よく買ってたやつ買ったからな。ポンポン菓子とか？うん。あ、でも、うん、ポン菓子は、うん、割と高校生ぐらいまで買ってました。そうなの？あの、スーパーとか行ったら、あれの何倍も入ってる、うん、大きい袋のやつあるんですよ。ねえ。ポンポン菓子じゃないと。え、ポン菓子じゃないの？え、私ずっとポン菓子だと思ってたんですけど。私ポンポン菓子やと思って。え、どっちなんだろう。え、ポン菓子じゃないの？ポンポン菓子。もう一個多いや。ポンポンポン。ポンポン菓子。ポンポン菓子。また謎が。こっちか、うん、こっち、こっちか。お、電車来たよ。来る。狙ったかのように電車毎回来るね。びっくりする。さあ、どっちからですかね。ね、こっち。ほら来た。赤いのと青いのと見れましたね。うん、珍しいよ。なかなか2つ見ることないよ。うん、本当に。え、なんかさ、こっち方面さ、うん、マジで来たことない。あれ、どっち行く？ここも道が二手に。棒ない。棒探します？棒ないよ。なんとなくこっち来てみますか。はい。本当にこれすごい道が。すごい？うん。え、なんかさ、うん、なんやろ、ガバッとしとるね。ガバッとですね。え、だって今半分空で半分田んぼみたいな。よね、うん、すごいよ。空も今日綺麗な青やし。ねえ、星とかめっちゃ綺麗そう、ここ。あー、いいな。ねえ、寝転がりたい。今日分かれ道多いな。多いですね、うん、次もまた右に行くか左に行くか。右と左、どっちがいいですかね。うーん、右手ね。右、パチパチ。福川、福川千橋。ちゃうかな。いない。わあ、なんかゼリー食べたい。
わかる。なんか、うん、川のその表、なんか 水面がすごいゼリーみたいやった。わかってくる。わかった、わかった。え、ちょ、見て。え、なんかおる。え、なにあれ。なにあれ。ほら、なんかおる。なんだろう。ちょ、行ってみよう。行ってみます。めっちゃウケる。なんこれ。猫。待って待って。猫。猫。猫。真ん中は？なんやろうか。いいって人る。これなんやろうか。じわじわ。あれやばかった。ろくすくの旧道でも通りますか。こっちが旧道？ふれあい街道。行ってみますか。行ってみましょう、うん、お、それこそこれは竹の生垣じゃないですか。竹の生垣。里にあった。早口言葉に。竹の生垣。石関東の古道だって。石関東。石関東の古道。これじゃなくて、古道。これが古道っぽいけどな。古道。これもなんか昔からあるんですかね。ね。でも石関東ってそこに書いてある。あ、こっちか。古道って何？わかんない。小さいお堂みたいな感じだったら古道みたいな。古道？古道とは。親孝行竹通りだって。なんで親孝行竹通りか。お、それを聞くか。いや、なんかたまに親不孝通りとか聞くじゃないですか。あ、福岡とかあるもんね、うん、親不孝通りって。あ、逆にね。初めて聞いた。逆に、確かに。なんで親不孝通りなんやろうね、うん、親不孝通り。みんないい人たちがね、いっぱい住んどらすとかな。そういうことかな、うん。ここをこの建物ですか。ここは松田一修行者。あ、ここがカッパのミイラのところでございやす、はい、あ、ここもうカッパ通りになった。え、親孝行通りがもうカッパ通りになってる。もう。あ、カッパ。カッパ。カッパのミイラ。お酒持ってる。本当だ。
まゆちゃんがっぱこんなだらーんってはなりませんキリッとするキリッキリッドヤ顔でカッパのミル見たことある？なんで？入っていいとかな。あ、こんにちは。大会テレビです。今ぶらーり旅がしよって、カッパのミイラとか見ても大丈夫です。わやったー。ありがとうございます。やったー。ありがとうございます。やったー。やったー。初めて見る。めっちゃお酒飲みたくなるやつやん早いよ早いよ何見て言ったか早いよびっくりしたよ酒造って聞いただけで飲みたくなるんですよ、でまえちゃんテンション上がるところやイエスマジテンション上がるすごいお酒好きたるものいやこういう模型も好きなんですよ模型っていうかいいなカッパカッパがいっぱいよあやばいこれこの画面かわいいですうんほんとだ、いっぱいいるまいちゃん後ろ見たらいっぱいお酒あるそうなのすごくすごく見たかったのめっちゃお酒あると思っていいよ見てよ見てこよあ飲んだことあるやつもあるんだよなありがとうございますいただきますありがとうございますね、はい、飲めないからね、はい、いただきますいただきますうんこれ、うまおいしい家を作る時の第一段階があるだけでこれに酵母を添加してうんうんそうやったんですねめっちゃ小声になった嫌いやった嫌いですよねごちそうさまですもう好きこれごちそうさまです美味しかった美味しかったありがとうございます終わりじゃない終わりじゃないまだまだミイラ見てない見てない、ね、見てないわあほら夢の世界やん、多分普通に入れますよねずっとうんまゆちゃんならね、うん、入れますねあおカッパのミイラあお邪魔しますすごいですね、うん、ミイラ、うんうん、なんかミイラっていうより剥製っぽくないですか？なんか顔はでもミイラかも体がなんか骨って感じへえ。初めて見たよかったただただテンション上がっとるっていうね、うん、逆に撮ろうかなんかミイラもっと大きいのかなって思ってた思ったより小さかった子供とは相撲を取ったとか言うじゃないですかカッパさん、うん、相撲取る前にお会いしたらめちゃくちゃ見たことない
ないですか？ないです。ないと、そんな話知らない。うん、ね、カッパはお皿に水をいつも入れてて、うん、でその水がある時は力があって、うん、でもその水がなくなったら力がなくなってしまって、だから子供たち、カッパは好きで相撲取ろう相撲取ろうって子供たちにいつも言うんだけど、うん、その前にお相撲する前に掛け合いのボタンする時にこんなしたら水がジャーってなくなってしまうから。カッパと相撲を取るときはまずお礼をしなさいって。へぇー、カッパに勝つんだって子供。へぇー、わいわーってなる。へぇー、だからまあそういうお話もあるから、うん、あれを立たせたら小学校に上がるぐらいの身長かなって言われてて、うん、あーなるほどって。それまでなんもみんな知らさないだったんですか？なんかうちには珍しいものがあるらしいよとか、うんうん、うちはどなたか上の方から見守ってくださる方がいらっしゃるんだよっていう言い伝えみたいなものは、うん、なんやこりゃって絶対なりましたよね。お騒ぎになったそうですよね。ねえ、絶対なる。パカってね、開けない、えぇーみたいな、そんなこれ絶対なるねえ、だって今はなんかこう理由っていうか、まあ、カッパのミイラーっていうのでこう、こう分かっとるけんですけど、その時ね、何も知らんでこうパカ開けたら絶対びっくりしますよね。お邪魔しました。お騒がせしました。お騒がせしました。今回は久須駅からぐるーっと回ってここまでやってきました。楽しかったね。楽しかったです、ね、いやなんか久しぶりにまえちゃんがはしゃいでるのを見たけんね。おおびっくりしました。じゃあまた次回の駅でお会いしましょう。さようなら。Thank you.